フェアウェイは、イギリスの競争馬シュボバ。1920年代後半に活躍した。メ名フェアウェイは、航路の井で、兄ファロスが東大、母スカッパフローが港名だったことに由来している。その他の兄弟2000ギニーに優勝した、フェアエルがいる。タイムフォームによる20世紀世界の名は200では35位に格付けされている。フェアウェイは、祖父のポリメラスに似て、 非常に遠長で神経質な馬であった。1927年5月に競争馬としてデビュー。デビュー戦では競争中にバランスを崩し6着に敗れたが、その後7月にかけて3連勝した。同馬を晩星型と見ていたダービー伯爵の側近、ジョージ・ラムトンの判断から、この年はそれ以上レースに出走することなくシーズンを終えた。 この都市ジョッキークラブが発表した2歳フリーハンデでは、ハーミット、ブランドに並び、126ポンドという高い評価を得た。翌1928年、当初は2002年に出走するプランが立てられていたが、レース前日になって、高校内に脳腫があることが判明し、出走を断念。人営は目標をダービーステークスに切り替えた。フェアウェイは5月に、 戦勝戦のニューマーケットステークスを勝利し、翌6月のダービーステークスには、本命で出走した。しかしコースに出て、観客席を横切るパレードの最中、興奮した観客に取り囲まれ、馬体に触られ、尻尾を引っ張られるなどした、フェアウェイは神経を高ぶらせて大量に発汗し、さらにスタートが遅延するアクシデントに見舞われてますます、苛立ちを募らせた。レースではスタートで出遅れ、 そのまま全く見せ場を作ることなく7着に敗れた。この後しばらく、フェアウェイはエプソムダービーのことを引きずり神経質になっていたが、バタース調教師の努力で少しずつ回復すると、7月のエクリプスステークスに挑んだ。このレースは名品ブックローなどが出走していたが、フェアウェイは2着馬に八馬身のキサをつけ優勝した。9月には最後のクラシックとなる。 セントレジャーステークスに出走。フランスから遠征してきたパリロイヤルを破って優勝し、最後のチャンスをものにしてクラシック優勝馬となった。その後10月にチャンピオンステークスに出走。アルゼンチンバフォリエーションを下し優勝し、5 0 4勝でこの年のシーズンを終えた。翌1929年4歳になったフェアウェイはさらに充実し、バーウェルステークス、 ルース記念ステークス、プリンセス・オブ・ウェールズ・ステークスと3連勝した。続く、エクリプス・ステークスでは、ロイヤル・ミンストレルに敗れたが、秋にはチャンピオン・ステークス連覇を果たし、ジョッキークラブカップにも3場審査で勝った。ジョッキークラブカップに勝った直後、陣営は、フェアウェイの長距離適正を図るために、バタースの管理場で、ゴールドカップ優勝場のボスワースと4000メートルに渡って、 マッチレースをさせた。その結果フェアウェイが勝利し、適正ありと判断した陣営は、翌1930年のゴールドカップを目指し激しい、状況を犯したが、フェアウェイは途中で、クッケンエンを発症し、競争馬を引退した。フェアウェイは1931年から種ボバとなり、ウッドランド牧場で強要された。ダービー白尺のフェアウェイに対する期待は大きく、前アに、 ファロスをフランスに売却するほどであった。フェアウェイは、その期待に違わず大きな成功を収め、初年度3区が四歳になった九百三十六年に、イギリスのリーディングサイアーとなった。その後も毎年コンスタントにリーディングサイアーの上位を、占め、九九、百三十1九百四十三、4九百四十四年に、リーディングサイアーとなった。代表3区はニカンバブルーピーター。 フェアトライアルなど。サン区には2000ギニー及び1000ギニーを優勝した者が5頭いる。一方、ゴールドカップやグッドウッドカップなどの長距離レースで活躍した者は1頭もいない。なお、サン区には父に似て多感な馬が多かった。フェアウェイのサン区は種ボバとして世界中で成功を収め、イギリスでフェアトライアル、フランスでフェアコピー、アルゼンチンでフルセールが リーディングサイヤーとなった。日本へはハロウェイが輸入され、リーディングサイヤー上位の常連として活躍した。1946年、フェアウェイは腰を麻痺させて、種付けを中止した。麻痺は、次第に、下半身全体に拡大し、1948年に、安楽死処分となった。フェアウェイは、名はファロスの3歳下の弟で、第17代ダービー白爵らしく、 セントサイモンの3、4というインブリードが施されている。だが、血統的には、兄と全く同じにもかかわらず、兄と父に似ず、長い足と胴を持つひょろりとした体格で、顔以外は全く似ていないと言われた。実際にこの兄弟のタイプはかなり違っており、ファロスは短距離を得意としたが、フェアウェイは長距離を得意としていた。ありがとうございます。